作戦に向かう私。ついにこの日が来ちゃいましたね、ジュキさん。はい、ありがとうミッキー。いいんだよ。浅草とか行ったことある？あります。な、慣れていたの？お友達と。え？男じゃないの？ん？男？女。女なんこれ？僕の経験上、これは男です。女の子の場合は何々ちゃんって名前が出てきますね。さくらちゃん、イカミリンちゃん。確認取るけど大丈夫？いや、でも乗ってますよ。着物のやつじゃない。着物は違うよね。違う、あれは違う。何言ってんだお前。すいません、気持ち悪いな。もう物ぐそやからどうでもいい。え、てか修学旅行とかどうなった？ありますよ。え、あんの？はい。どこ行くの？沖縄。え、うわ、大阪の知恵でここが沖縄、しっかりと見せてく言葉の力やん。出ました、ファンモン。ファンモンじゃねえに。さっさん、かしっかりくない、かしっかりくない。え、大丈夫これ。顔やつだよ、俺は。女の子はそんなアップするってさ、好きじゃないの。ほんと？そう、遠目で。ここにしよっか。一人そうじゃないんですか。俺らいらないから。どうせ俺なんかノグソやから。ノグソ映すな、汚いぞ。汚くない、そんなのない。ごめんな、さっき言いすぎて。水のように優しく花のように。機械体操もやってないの？今はやってないです。今でもバク転できんの？かっこよ。ギリギリ。マジ？ギリギリ。バク転できんの？エイペックスのキャラ一人もバク転できんの？エイペックスにやめて、つなげんの。いや、始めたら一緒にできるやんか。エイペックスやんない。なんかさ、インスタライブでさ、よくなんかコラボしてるよね。してます、してます。男の子たちと。あれなんだろう。え、誰ですか？4画面ぐらいになってて、なんか男男男ノアみたいな。わあ、モテるからな。その瞬間も罰を押すんです。お前さ、それで罰を押すのリアコと一緒やねん。逆に言ったら彼氏が他の女の子でインスタライブコラボしてたら嫌。あ、それ嫌だ。じゃあ好きな人できました。その人仲良い女子がいて、で付き合ってからも仲良いままっていうのも嫌。え、私はその女の子と仲良いですか？そんなに無理。あ、無理。絶対無理。お前なんでテンション上がったんね。お前のことに対して言ってないからね。無理だって。無理だって。もっと聞けよお前。結構嫉妬するじゃん。そうですね。他の人と喋ってるだけでも嫉妬しちゃう。話すってどういう？どっから？じゃあ学校で他の女子が急に、でこれ彼氏やとして、こうトントンってステージに振り回して、ここ指つんみたいな。え、それは絶対ダメ。殺しちゃう。お前のことじゃないんやって、だから。